今回はサンブレイクで登場した改革クエストのマルチ体力補正を検証していきます。ちなみに体験版の時の補正はこんな感じです。というわけでざっくり検証していきます。みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。対象は溶岩洞のドスフロギ。過去の検証動画より溶岩洞の水流と溶岩は総体力の 5% を与えます。20倍すればそのまま総体力となります。現在の映像では2850のダメージが出ています。モンスターの体力は上位で5段階で、弱いの声を使うことで下の3段階になります。マスタークラスの弱いの声の検証は別の動画で紹介予定です。多少のズレは発生しますが誤差レベルなので、今回はこちらの2775を採用します。ちなみにライズからパーティー参加者が途中で離脱した場合、体力は現在の人数に変わるので安心してください。というわけでしばらくご覧ください。結果はこんな感じになりました。補正に直すと体験版とほぼ同じということがわかります。マスタークラスにしては随分低いなという印象ですが、マルチの場合ダウンや高速中以外は弱点を攻撃しにくく、そこまでダメージは稼げません。そのため単純にソロに対してかける人数とかにするととんでもないことになってしまいます。今作では両具生物や僧侶が強力なので、ソロよりはマルチの方が楽と言えそうです。以上が体力補正の検証でした。